ルイーゼ・ヘンリエッテ・カロリーネ・ネフォン・ヘッセン・ダルムシュタットは、ドイツのヘッセン・ダルムシュタット紅白家の高女で、ヘッセン大公ルートビヒ一世の妻。ヘッセン・ダルムシュタット紅白ルートビヒ九世の弟、ゲオルク・ビル・ヘルムと、ライニンゲン・ダークスブルク・ファルケンブルク、ハク・クリスティアン・カール・ラインハルトの娘でブロイヒの、女領主であるルイーゼの間の三女として生まれた。1770年。 フランス王ルイ16世に嫁ぐマリー・アントワネットの腰入れに際して随員に加えられた。これが縁となり、マリー・アントワネット王妃とは1792年まで文通を続けていた。1777年2月19日、いとこの紅白家生死ルートビヒと結婚した。夫は1790年に紅白衣を継いでルートビヒ10世を称したが、 1806年には、ヘッセン大公国の創設に際して、大公ルートビヒ一世と名乗った。ルイーゼは学識深く、領民に慕われる、親切なお人して知られ、その宮廷やサロンには、ヨハンボルフ・ガング・フォンゲーテや、フリードリヒ・シラーが出入りしていた。ナポレオン・ボナパルトは、美しくかつ当時のヨーロッパで、最も才能豊かな女性の一人だった彼女に、魅了され、彼女に、 王妃の地位を与えると約束したと言われる。ありがとうございます。